ムカデとは、ターシアモン、ムカデズナに属する節足動物の総称。オオムカデやゲジなどを含め、足の数が多く、運動性に富む肉食動物である。3000種以上が記載されており、最古の化石記録は、およそ4億2000万年前の古生代、シルルキ後期まで遡る。ムカデの漢字転写は、ムカデ、ゴ、ムカデ、ウジなどがある。学名。 カイロッポダはギリシア語のキーローズとポットの合成である。英名センティピードはラテン語のチェンテとペドに由来する。ただしムカデの足はどの種も奇数体であるためちょうど100本の足を持つムカデは存在しない。なお、日本語や中国語におけるとゲジ類はゲジという他のムカデ類とは異なった名称で呼ばれ。 カテゴリ的に、ムカデとは区別される傾向も見られる。ムカデ類の体は、縦長く、頭部と奇数体の不足が並んだ頭部からなる。頭部の前端は捕食用に、特殊化した顎子がある。体長は微小な4ミリメートルから、大型な30センチメートルまであり、多くが1から10センチメートルにあたる。下地類の大顎、第一小学、第二小学。 および学士石むかで類の触覚、大顎、第一小額、第二小額、および学士頭部は、多くが、腹肺に扁平で、四体の付属子があり、前面に一体の触覚と仮面に、上唇や三体の顎などの後期がある。下地類の触覚は細長く、無数の環状節に細分されるが、他の群では、多くが十数ないし数十節を持ち、比較的に太短い。 大顎は常に平板上の第一小額に覆われて、目立てない。第二小額は細短い不足様の形をとる。背面は頭板に覆われ、目の数と構造は、分類群によって異なり、長ズムカデ類は、単眼1体、大ムカデ類は、単眼埼玉4体、石ムカデ類は通常は、多数の単眼が集約し、下地類は、真の複眼を有しジムカデ類は、すべてが、無目である。 一部の群、例えば、オウムカデルイとイシムカデルイにも、胸の種類がある。頭部は、縦長く、前は、学士を持つ一節、続いて、足を持つ、奇数個の一連の大節、終端は、生殖に関わる二節と、微節からなる。学士、編集オウムカデルイの頭部と第一動節の覆面。発達したアゴと、元胸板は二体のコアゴの直後に配置される。 様々なムカデのアゴシ27、32、ジムカデ類28、31、イシムカデ類29、ゲジ類32、オウムカデ類頭部の次の頭部第一節には、独占を持ち、アゴのような形になった、捕食用のアゴシがある。往々にして、毒牙、や、アゴと紹介されてきたが、頭部に、由来のアゴではなく、頭部由来の不足から特殊化したものであり、 唇は綱のらに表されるように、ムカデにおける最も重要な共有派生形質とされる。付け根は覆面全体を覆う、元胸板で、下地類のそれは左右二枚に区切れるが、他の群は左右融合する。残りの部位は、牙状で、トロシャントラプリーフィーマー、五体節、形節、武士、アングヤラムの五節からなり、独占の開け口は尖ったアングヤラムの先端付近に、 ある。下地類以外の群では、武士とアングヤラムが完全に融合して、頑丈なトルサングヤラムをなす。オウムカデ類とジムカデ類は、途中のモ大節と形節は、外側が途切れて、第一節と第四節を会合させ、すべてが一体の間接球を共有する。残りの群では完全な後大節と形節を持ち、特に下地類の顎ゴは、比較的に細長く、上下に湾曲でき、 不足に似通う形態を維持している。独占は通常では、学士に収納されるが、ジムカデル類の中では、独占が、道部に備わる例がある。神経毒を持つと考えられるが、その成分と仕組みに関しては、ほとんどが未解明である。学士を備える大切は通常では一枚の独立したセイタを持つが、オウムカデル類では、直後の第一脚と共に一枚のセイタに覆われる。 学士以降の大切、編集様々なムカデ類における高端の大切と、生殖詞57、61、石ムカデ類58、62、ジムカデ類59、60、下地類63、大ムカデ類64、長津ムカデ類学士に続く大切には、それぞれ一体の足を持つ節が並んでいる。発育以上の既計や改め型類の発令要請を除いて、 足の体の数は、どの種も奇数である。足は、元節、士、天節、全体節、五体節、軽節、第一節、第二節の七節と一本の爪によって構成される。天節と全体節の接続部は不可動である。下地類の場合は、非常に細長く、第一と第二節が、無知のように無数の小節に細分される。体の数は、分類群によって異なり、 ゲジ類、イシムカデ類、ナガズムカデ類の生態は15体、オオムカデ類では21内し23体、ジムカデ類では数が最多で種によって異なり、少ない種でも27対から47対までを示し、多い種は101体を越し、191対まである。特に、ジムカデにおいては、同種でも数は、死有で異なり、左右非対称や偶数体の足を持つ規定も、 稀にある55最後の一体はやや特殊化した栄光子であり歩行には用いず分類群によっては感覚、威嚇、防衛、配偶行動、頭部に機体、移動中のバランスを調節するなどの役を果たす一部の種においてはハサミのような構造を持ち捕食に用いられるのではないかと推測される足のある体節は すべてが腹配で腹板とセイ板に覆われ、両側は柔軟な関節膜に包まれて、小さな側板がある。腹板はほぼ同期的であるが、セイ板の構造は分類群によって大きく異なり、ジムカデ類以外のものでは往々にして不仕事イ板の形態が異なる。下地類のは8枚に融合し、石カデル類のは、第2、4、6、9、11、13枚がかなり幅狭く、 長ズムカデルイノは大切と合致しない21枚に細分され、オオムカデルイノは第1枚がアゴシの節まで覆しジムカデルイはべてのセイタがほぼ同期的で、分け目に幅狭いセイタが締め込んでいる。特にゲジルイとジムカデルイ以外の群では、第7節以前の偶数番目と、第8節以降の奇数番目のセイタが狭くなるという共通点を持つ。 呼吸用の鬼門は足を持つ大切にあり、その数と位置は分類群によって異なる。下地類の鬼門は廃校の後端中心に並んでおり、本群のみを含んだ石門赤門の由来となる。他のムカデ類では体になって大切の両側に備わっており、下地類の鬼門とは別起源であると考えられる。大ムカデ類、長津ムカデ類、 イシムカデル類は、ほとんどが長い聖太を持つ大切のみに鬼門を有するが、ジムカデル類ではほぼすべての大切に鬼門を持つ。オウムカデル類においては前述の体制を追い、ほぼすべての大切に鬼門を有する、プルトニウムズイレニーという例外がある。栄光子に続いて、生殖に関わる二説があり、一部の群はその覆面から、体になる生殖子が見られ、死由によって構造が異なる。 大ムカデ類の場合、これらの節は対価的で、配側からは見られない。63。最高尾は微節であり、アナルバルブスという肛門を覆う一体の板状構造を持つ。極地を除いて、ムカデ類は世界各地の陸上に分布し、熱帯雨林においては最も多様化している。多くが森林中の落ち葉、くつき、石の裏など湿度の高い場所に住むが、 草原、砂漠、洞窟、海岸などに生息する種類もいくつかある。小型のもの、特にジムカデ類は、土壌動物として生活しているものが多い。また、イシムカデ類における地表にも出るホルストヒトフシムカデと、同所的に分布する、土壌性の強い大々ヒトフシムカデを比較すると、わかるように、地中に住む傾向の強い種は、単数が少なかったり、胸の場合もあり、 淡い体色で体毛が少なく血や触覚が短い。地中や口ちの生活に特化したジムカデル類は目で黄色や赤、白、緑などの体色を示し非常に細長い体に短い足を多数持ち土壌中をミミズのように先行する。つつくと微ンを頭部と擬態して後ずさりしたりとぐろを巻くように体を丸める種が知られている。 この類に属する横地ムカデなど、地下5メートルほどの餌となる、土壌生物の密度が薄い層からも得られることがあり、活発な垂直移動をしていると思われる種もある。オウムカデ類の小型種もほとんどは、無名で土壌動物である。ナメクジを捕食する、オウムカデ類セミを捕食しているオウムカデ類ムカデ類は、多くが単独生活をする夜行性の肉食動物であり、学種を用いて、 獲物の体に毒を注入する。全般的には変色性のないジェネラリストと考えられるが、安手を専門に捕食する鎧オムカデというスペシャリストな例も存在する。腐肉を取ることもあり、人工飼育による観察では植えた場合は、植物組織を接触する記録もある。オムカデ類は多くが地表や木の絵などを徘徊し、 待ち伏せや偶発に遭遇した昆虫などの小動物を捕食する。特に大型種ではカエルトカゲ、鳥類、ヘビネズミ、飛行中のコウモリなどの小型脊椎動物さえ捕食することが知られている。イシムカデ類は比較的短い体型で軽快に走り回り、小動物を捕らえる。徘徊生活に特化したゲジ類は滑るように素早く走り、無地状の長い足を 投げ縄のように獲物をまとって捕食する。222。飛行する昆虫も採食し、複数の獲物を持ちながらも移動できる。ジムカデ類は細長い体で、地下生活に適しており、途中のミミズなどを捕食する。長ズムカデ類の植生は明らかになっていないが、飼育下では、口木から白アリを掘り出して捕食する行動が見られる。オウムカデ類を捕食する、西ブッポ天敵として、 鳥類、爬虫類、哺乳類などの脊椎動物、および他の肉食節足動物などがある。ムカデ類を専門に捕食する肉食動物は、アパララクタスカペンススというヘビの一種やスティグマタマプルートというジムカデ類を好んで捕食する、アリの一種が挙げられる。鎧をムカデおよびその生息地相手に噛みついて、自衛する習性を持つが、どのムカデ類も、刺激や危険に遭うと反撃よりは、 逃走しようとする。一部の種は、頭部の後端が、頭部に似通う体色と、触覚らしい栄光子を持ち、これは頭部に擬態するものと考えられる。鎧をムカでは安手に擬態し、頑丈な背板を持って、動きが遅く、刺激を受けると、安手のようにまとまる。石ムカで類は、後端数体の足を上下に揺らして、粘液を分泌し、 雲やアリなどの小型捕食者からの攻撃を防ぐ。下地類では触覚らしい栄光子にあるほか、足を付け根から地切れするという防衛手段を持つ。また、大ムカデ類は、高端数体の足を上げて威嚇することがある。繁殖は、製法の受け渡しを通じて行い、メスは生殖子を用いて、オスの製法を拾う。死友は、お互いの交端に向き合うように輪に囲んで、触覚で、 相手の栄光子に触る配偶行動が知られる。男性で、下地類と石ムカデ類の妖精は、孵化からすでに単独生活をするが、ジムカデ類、オウムカデ類、ナガズムカデ類のメスは、育児習性を持ち、卵と発霊妖精の世話をする。妖精の成長様式は、分類群によって異なる。下地類、石ムカデ類、ナガズムカデ類の発霊妖精は、生態より、 少数の足と大切で生まれ、成長するたびに脱皮を通じてその数を増やしていく。この特徴にちなんで、これらのムカデ類は、改めがた類としてまとめられてきた。下地類と石ムカデ類は、複数回の脱皮を通じて15体に達するが、長ズムカデ類は1回だけで15体になる。大ムカデ類と地ムカデ類は、孵化からすでに生体の同様の足と大切の数を揃い、成形類をなす。 大足類のムカデ、ヤスデ、エダヒゲムシ、および、コムカデ節足動物の中で、ムカデはヤスデコムカデエダヒゲムシとともに、タ種シ類に分類される綱である。大足類の中で、ムカデは自ら五生類を成し、残りの大足類は全生類で、ヤスデコムカデエダヒゲムシから成り、ムカデと姉妹群を構成する。名の示すように、五生類の生殖口は、動物の後方に備え、 全生類のは、同部の前方にあたる。この系統関係は、形態学と、分子系統学の両方面の見解に支持される。三千種以上のムカデが知られ、ゲジメ、イシムカデメ、ナガズイシムカデメ、オウムカデメ、ジムカデメという五つの群で大まかに分けられる。化石種まで含めば、デボノビウスデルタ一種の実によって知られる、デボノビアモーファがある。かつては、 発育様式に従い、下地目、石カデ目、長髄石カデ目からなる、改め形アコウと、大墓根目、地カデ目からなる成形アコウの二群としてまとめられる、分類体系があった。一方で、鬼門の構造などの形態学的構造と、下地類における多くの祖先形質とされる特徴に、ちなんで、下地目の実からなる、石門あずなと、残りすべてのムカデ類からなる、 ガワキモンアズナの二群として区別する分類体系も提唱される。分子系統学的解析では、後者の系統関係を支持し、ゲジメは、最初期に分岐した基盤的なムカデ類であることを明らかにした。ガワキモンアズナの内部系統については、イシムカデメは、基盤的で、卵と妖精を育つ習性に基づいて長ずイシムカで、メと成形類がファレイクトミトリアを成すという、 系統関係が提唱される。しかし、分子系統学的解析では、むしろ長髄シムカデメが基盤的で、イシムカデメと成形類の類縁関係を支持する結果が出る。ゲジメスカタイガーアモーファ、編集王ゲジズルッポダクラニフラ詳細は、ゲジを参照ゲジ類は約100種を含め、ムカデ類においては、基地イコの化石記録を持ち、長髄シムカデメに次ぐ小さなグループである。 本軍は、大足類の中でも、真の複眼を持つ、唯一の現存軍であり、無知のような細長い足と短い道具を持ち、姿は他のムカデとは大きく異なる。頭部は、やや分厚く、触角は長い無知上で数百個の関係説に、細分される。15体の足を持つ大切は8枚の聖太に覆われ、最後の1枚を除いて、それぞれの後端中心に1個の鬼門を有する。 徘徊性で、投げ縄のような機能を持つ長い足で獲物を捕らえる。洞窟で縄張りを作り、集団生活をすることが知られる。下地類はヘモシアニーを用いて、酸素分子を運ぶ、唯一のムカデ類である。子育てする習性はないとされる。妖精は、増設変態をし、四体の足の実を持って生まれる。石ムカデメリシバイアモーファ。 編集ラスビウス・ファーフィカタス詳細は、イシムカデを参照。イシムカデ類は約1100種を含め、体長は多くが3センチメートル以内のやや小型のグループである。他のガワキモン類に比べて頭部はやや短い。頭部は平たい円盤状で、触角は15から100節以上からなる。目はイシムカデカでは多数の単眼が集約し、トゲイシムカデカでは一体のみを持つ。 胸の種もいくつかある。15体の足を持つ体節は同じ枚数の生板に覆われるが、第2、4、6、9、11、13枚が幅狭い。メスはハサミ型の生殖子を持つ。徘徊性で高換数体の足から防衛用の粘液を分泌することが知られる。子育てする習性はないとされる。妖精は増設変態をし、 通常7体の足のみを持って生まれ、6体ないし8体の例もある。長ズいムカデメクレイタースティグマモーファ、編集長ズムカデの全端、学士、第1小学、第2小学、及び、後端詳細は、長ズムカデを参照、長ズムカデ類は西のみによって知られ、オセアニア大陸のタスマニア州とニュージーランドのみに分布するグループである。頭部はやや縦長く、 1>, 1体の単眼を持ち、学士は頭部の前方まで伸びる。15体の足を持つ体節は21枚の背板に覆われ、これはもともと15枚であった背板のうち、第3.57.80.12枚目がそれぞれ前後2枚に細分された結果である。58。栄光子を持つ体節の外骨格は円筒状に融合し、後端にはパーノジェニータルカプセルという体になった。 構造体を持つ、63。メスは、卵と妖精を育つ。妖精は、増設変態をし、12体の足の実を持って生まれる。大ムカデメスコラペンドラモアファ、編集トビズムカデスコラペンドラサブスピニペスミューティランズ。詳細は、大ムカデを参照。大ムカデ類は800種以上を含め、ムカデとして、最も一般に知られるグループである。その多くは大型で、 最大のものは体長30センチメートルに達する。頭部は平たい円盤状で基本としては4体の単眼を持つが1体や胸の種類もある。足は赤ムカでかでは23体、他の群では21体を持つ。ただしスコラペンドロプシスデュプリーコタでは例外的に39ないし43体の足を持つ。生徒の枚数は足を持つ大切に対応するが1枚目の セイタは直前の顎子を有する大切まで覆う。石向かで類ほどでないもののセイタの大きさは断続的に差があり、7枚目以前の偶数番目と8枚目以降の奇数番目のセイタがやや狭くなる。強い神経毒と獲物への高い攻撃性を有し、特に大型のものは小型脊椎動物も捕食できる。高い自衛性を持ち、人間への郊外は、 ほとんどがこの類にちなんでいる。オスは多層の外皮に覆われるビーンズ型の製法を生み、メスは卵と妖精を育つ。孵化直後の妖精は生体と同様の客数を持つ。ジムカデメジョフィラモーファ、編集 GO ファラス SP、詳細は、事務課でを参照、ジムカデ類は約1300種を含め、ムカデ類における種数の最も多いグループである。 その多くが小型で、細長い頭部と比較的に短い足を持つ。縦長い頭部は目をかき、触覚は14節からなる。足の数は、ムカデの中でも最多で多様化しており、長寿ムカデ科は41から101体、他の群では27から191体からなる。特に後者は同種においても数は多様で、性的二なりも示し、往々にして、メスの方が多い。 足のあるすべての大切はほぼ同期的で、それぞれの生いの境目にも一枚の幅狭い生板が、締め込んで、最後のを除いて、すべての大切に疑問を有する。地中に住む土壌生物であり、自分より小型のミミズなど他の土壌生物を捕食すると考えられる。メスは卵と妖精を育つ。孵化直後の妖精は、生態と同様の客数を持つ。 アパートの壁についた下地類人間の生活と文化に関わるムカデ類は、オウムカデ類が特に代表的で、世間一般におけるムカデへのイメージとなっている。有毒や凶暴な習性で意見され、世界中でもいくつかの神話や伝説のテーマとなる。一部の種は室内環境に侵入することがある。この場合、有毒生物として広く知られるオウムカデ類のように、 高い自衛性で刺激されるたびに噛みつくことがあり、または、下地類のように単に素早い動きと異様な姿で害虫扱いされるものがある。なお、下地類に関しては、衛生的に無害かつ、室内の衛生害虫を刈ることで液中ともされる。交渉は、ほとんどが、オウムカデ類で、それ以外のムカデ類によるのは稀である。大型のオウムカデ類に噛まれるとかなり痛むが、 人命にかかる被害や続発症はほとんどない。しかし子供やアナフィラキシーショックを発症する体質にある方への危険性が高く、噛まれた場合には速やかに医師の診察を受けることが望ましい。主に夏場、山林に近い民家ではゴキブリなどを捕食するために、ムカデがしばしば家屋の内部に侵入する。この場合、靴の中や寝具に潜んだりすることから、郊外が多く、 衛生害虫としても注意が必要である。噛まれた場合、患部に異物が残っていれば、これを除去して毒を絞り出し、患部を水道水で洗浄する。コーヒースタミン剤を塗布する。下地類は家屋に侵入してくることもあるが、毒は弱く、積極的に人を噛むこともなく、無害とされる。また、小型のムカでは、基本として人の皮膚を貫通できない。 近年の日本では、不海外中の危機効果を目的とした薬剤に、ムカデ安での侵入防止効果を謳う,う場合が多い。家庭用殺虫剤等ではすぐには死なない。俗に、ムカデは、つがいで行動しているために、一匹を殺すと、もう一匹必ず現れると言われているが、ムカデにつがいで行動するような習性はなく、一匹、現れるような環境には、自然と、 その他の個体も出現しやすいというだけのことである。ワンフーチンで販売されるオウムカデ産業との関連は少ない。オウムカデ類は地域によって食用とされ、また油漬けや乾物は火傷や切り傷に効果があるとされ、民間薬として知られており一部に市販の例もある。干渉魚などの餌として冷凍のオウムカデが輸入されて市販されている。漢方では 小薬名をムカデと言い,い、平ら感、止め系、下毒消臭の効果があるとされる。オーストラリア原住民においては、伝統的な調味料の原料に使用される。ペットとしての飼育対象は主に、大無ムカデ類で、輸入種を中心に拡大傾向にある。様々な種類が入荷しており、大型種ほど高値で販売される傾向がある。非常に凶暴で攻撃性が高いというイメージや、 絶対に後ろに下がらないという俗信や多くの卵を産み、温めて子育てをする性質を子孫繁栄と説くなど、戦国時代にはムカデにあやかり、甲冑や刀装具等にムカデのデザインを取り入れたり、旗差し物にムカデの絵を染め抜いたものを用いた例もある。また赤城山などの身体として、また美写門天の使いとされ、神格化されている。商家においても、 ムカデの多くの足から客足が多い強い攻撃性から縦に負けないという意味で縁起物として扱われることがあった。このような理由によりムカデは古くから家紋や見世紋にデザインされることも多く、そのバリエーションも多い。南大山のオロチと日光の戦場が原で決闘した伝説藤原秀里のムカデ大事伝説などが知られる。紅葉軍艦によれば、 武田家の金掘り衆は、トンネル戦法を得意とする、公平部隊で、ムカデ集と呼ばれたとも言われる。大蛇が河川を象徴し、砂鉄の採集や、製鉄の技術者集団を表すことと比して、ムカデは、地下行動を掘り進み、自然金などの功績を採集する技術者集団を、表しているという説がある。相馬中村藩に起源する、相馬や馬追いにおいては、下がり、 ムカデの旗が軍師の指し物と指定されている。足の多いことにより、伝令をムカデに例えることも一般的であった。昆虫役も、サソリなどと同様、アクセサリーやクラフィックのモチーフになることや、子供向けの絵本のキャラクターとしてムカデが登場することもある。ジムカでムカデでないものの、古称はムカデと名付けられた生物はいくつかある。 ムカデと同じくオオアシ類に分類されるコムカデという分類群があるがムカデではない。ムカデエビという海底洞窟に生息する甲殻類がありターシ類に連想させる体制を持ち後期が独占を持つ。ウミウシの仲間にムカデミノウミウシやムカデメリベという種類があり、これはムカデの足のように胴体が串状になっていることからその名がついた。また、 水生昆虫のヘビトンボの幼虫は、ムカデのように長い胴体と、その胴体の両側にくし状に呼吸用エラが、ムカデの足のように並び、性質が荒くて噛みつくことから、水ムカデと呼ばれることがある。噛まれると痛いが、ムカデのような毒は持たない。深海産の誤解の仲間にも、ムカデに似た姿の泳ぎ誤解などがある。科の植物にジムカデ目と同じを持つジムカデがあり。 歯と茎の形状がムカデに似ていることから名がついた。卵化の着生植物にムカデンがある。これも樹状、岩丈を刃う茎の両側に短い棒状の歯が誤生する姿がムカデの姿に似ていることから名付けられた。ありがとうございます。